こんにちは、広島の柳生といいます。シーガーのテスターをさせてもらってます。今日はまあ何点かについてシーガーのハリスの特徴をお話ししたいと思います。自分がなぜシーガーを使っているか、どういうかな、細い頃からシーガーっていうのは僕らがちっちゃい頃釣りを始めた頃からあったんだけど、その頃はやっぱり高くでよう買わなかったけど、もう自分で働き出してええやっと買えるようになって、まあええやってええやっとテスターになれたんですよ。まあ今現在こうやってシーガーさんをさせてもらって、今思い切って使わせてもらってるんですけどね。自分はですね、磯釣りがメインでやってるんですけど、なんでシーガー、ハリスを使うかっていうとですね、やっぱり背ずれに強くで、まあささくれても芯がしっかり残る、これシーガーさんの独自の二重構造、これだから粘りがあって背ずりにも強く しっかりとその粘りだけでも取れるということで、僕は今気に入って使ってるのがですね、グランドマックス磯です。ハリスの中身に表示がですね、まあ 1.2 号とか 1.5 号、まあ 1.7 号とかいう表示がありますよね。だけど実際には中身の太さが各メーカーさんで違ったりいうのが今の現状なんですよ。でまあこのシーガーはその標準の太さをしっかり守って作ってるのがもうシーガーの特徴なんですよ。例えば、まあ、1.7 号ですよね。ハリスで、大物を取ったとしてもですね、実際は後から測ってみたら、2号だったとしたらやっぱり喜びも半減しますよね。太い糸に変えて大物を狙ってる時に、均一性のないデコボコしたハリスを使って、途中ですよ、かけてやり取りする時に高切れしたら本当にね、頭にくると思いませんか。そんな嫌な思いをしないためにもやっぱりシーガーはおすすめですね。シーガーのハリスはですね、表示通りの号数も守られてるし、で均一性がものすごく高い。やっぱりね、フロロカーボンを作ってね、この43年っていうのはもう伊達じゃないですよ。はい、僕のおすすめのシーガー、ぜひ使ってみてください。